さあそれじゃあグラビティデイズを続きやっていきます。さあ前回は新しいねぐらを手に入れて、そして街の人々からキトゥンっていう名前もいただいたところで続きやっていきましょう。さあそしてこの画面、実はここね R2 ボタンを押すとなんとズームインすることができるんです。 L2 ボタンでズームアウトも可能で、ここでジャイロ機能を使うといろいろ見ることができると。寝そべってるキトゥンちゃんを眺めたり、ダスティを詳しく見たりすることができる。ダスティはこうやって見るとなんか目玉がないんですね。うん、真っ黒って感じ。あ、これ勝手に戻っちゃうんだ。餌箱があるってことは普通に食べるんですね。なんか餌っていうよりかなんかペースト状の何かが入ってるんだけど、何食べてんだろう。そしてベッドの下には謎空き瓶というか水入れかなにしてはちょっと多いけど、単純に何か透明なものが好きだとかそういうこと。スリッパもちゃんとある。へえ。そしてブロックは土台か。こっちはろうそくつけすぎじゃない、いくらなんでも明るさ足りてるでしょ。うん。そしてなんか写真がいっぱい貼られてるね。うん、写真好きなのかな。カメラなんて持ってないよね。こっち、さあ花瓶には何もないけど、あ、これ土台代わりにしてるの、なことないか。そして本、結構読書家なのかな。あ、この世界のことよく分かってないとか、いやそんなこともないよね、単純に本が好きなのかも。上の方にはまた空き瓶、なんだか何でもかんでもなんか飲み物飲んでるみたいな感じだね。こんな感じか。よし、じゃあ一旦外に出ましょう。あ、出なくていいか。いや出よう。じゃあまずはナビゲーション、次の目的地、情報キャラクター。うん、なんであんな怪訝な顔してるんだ。あ、みんなそうなのか。これジャンル別でキトゥンちゃんの顔が変わるってことか。じゃあ次の目的地、ストーリーミッションエピソード4、ヘキサビルの亡霊。お家も手に入れてインテリアも落ち着いたことだし、この街をゆっくり見て回ろうかな。街の人たちからいろいろと話を聞いてみたいしねと。うん、なるほど。どうしようかな。これってミッション進めちゃうとその街の人々から話が変わっちゃうかな。情報キャラクターっていう話ちょっと聞きに行ってみようか。街の噂話、エキサビルの亡霊、その名はエイリアス。ああ、これメインストーリーと関係があるってこと。他のは、街で暮らしていくための注意点。ああ、じゃあこれ聞きたいな。まず一番近いところからやっていこうか。ここ、ナビゲーションがあるのはすごい楽だけど、かなり上の方だな。しかも壁で隔てられてる。じゃあ一旦回り込みましょう。どこから行けばいいんだ。まあいいや、重力浮遊。おっ、おお、加速。おお、かっこいい。そして止まる。とずさーん、ずさーんとか言ってさあ次は、おっと、なんかあるぞ。あー、あれメインストーリーか。よし、おちょっとお腹の出たおじいちゃん、あれ近寄る。はい、むむむ、そこのお前さん、あの話は知っとるか。悪名高きヘキサビルの亡霊エイリアスからまた予告状が届いたっていう噂じゃが。エイリアス？む、知らんのか。町を騒がすあの怪盗じゃぞ。大昔から町を守ってきた守護石オーリージェムを次々と盗みまくっておる、けしからん大悪党じゃ。ホーリージェムを次々と盗みまくってるって、結構その町を守ってきた守護石っていっぱいあるんですね。あ、終わり。あ、続きが聞ける。あ、変わらない。うん、なるほど。あー、なるほど、分かったこれあれでしょ、あのこのヘキサビルの亡霊エイリアスが、あの前あった女の子じゃない、怪盗なんだよ、あの子が。でホーリージェムを盗むことによって何か悪さを企んでる的な話かな。よし、じゃあ次行こう。あ、ちゃんとナビゲーションが消えるってことは聞いておいた方がいいかな。次は街で暮らしていくための注意点、これは聞きたいな。下かと。さあ、おっと、プレシャスジェムがあるよ。おっと、すいません、お騒がせしております。
あれ、ちょ、届かない、ちょっと掴んで、突進と横に落ちる。おっと、ここだ。おお、まあまあ。このおっちゃんは、お、気をつけな、奈落の先はこの世の果てに、落ちたら二度と戻れねえ、うかつに身を乗り出さねえようにな。あ、確かに言われてみれば、この町ってさ、浮いてるんだよね普通に。キトゥンちゃんは重力浮遊で止まれるからいいけど、ここから落ちたらひとたまりもないってことか。あー怖え。お、へえ、なんて恐ろしい町なのよ。いや君は大丈夫でしょ。つうかキトゥンちゃんはなんか町の外に出ても戻されちゃうしね。ははは、そう悪いことばかりじゃない。ゴミでも下水でもそこいらから捨てるだけで済むからな。あーなるほど。え、でもちょっとそれひどくない？まあ、いや、重力線があればそうそう困ることもなし、慣れれば快適さ。あー、この町は空高く浮いてるから、ゴミとか何でも生活排水も全部ドボ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 こう下から落としてるわけ。うわー、どうなのそれって。この世界ってさ、なんか地球とかそういうものないの？下の方に高いところにいるってことなのかな。わからん、下なんかモヤモヤしてるだけでよくわからないし、だからといって捨てまくるのはどうなのかな。大地、ほら、この島でさ、何か資源とかほら確保できないじゃん、他のところから。ここから捨てまくったらだんだんなくなってっちゃうよ、軽くなっちゃうよ。いいのかな、いいのかな。じゃあ次、ここ、プレジューヌの灯火は遠く。はい、うん、この島よ、まだよく分かってないな。あれが重力線。ああ、なるほど、空を飛んでるんだ。へえ、重力線っていうからには何か重力的な力で飛んでるのかな。まあいいや、行きましょう。あ、なんか変なの持ってきちゃったまあいいや、ある程度はこうやって自分で動かせるから。あ、上か、飛う。さあ、そして降りる。ふう、かっこいい。なんかいつもかっこいいって言っちゃうな。そしてすごく普通の人、お尻向けて会話しちゃった。あー、重力嵐に鉄道をやられちゃって、よその町からすっかり孤立、歓楽街プレジューヌでうさばらししたいんだけどな。重力嵐に鉄道をやられちゃったって、この世界には何、鉄道と重力線とかいろいろ交通網があるってこと？しかも孤立してる。ん？船で行かないの？バカ言うなって、小型船の近くで嵐が起きたらひとたまりもないじゃないか。もう何人もやられてるんだぜ。ああ、なるほど。ああ、小型船、あー、なるほど。あの浮かんでる小型船は何やってんでしょうね。なんかバスっぽい感じでもないけど、あれかな、個人用の小型船でただ浮いてるだけで、重力嵐っていうのはいわゆる台風だとかそういう感じのものだと思えばいいのかな。なんかめっちゃ嵐ってますけど大丈夫なのかなこの世界。うん、でもとりあえず鉄道があって、あ、わかったわかった、この旧市街っていうところがあるから、これ他のマップもあるってことなんだ。あー、なるほど。で、今はその重力嵐の影響とかで鉄道が寸断されていて、他の町に行けない的な感じなのかな。このさ、マップよく見たら左上の方になんかでっけえ魚みたいのがいるんだけど、何あれ、本当にいるの？よし、じゃあ次行こう。さあ次は、いにしえの言い伝え、オーリージェム。うん、なんか重要そう、行こう。ホーリージェムじゃなくて、なんだっけ、あ、ワンコいるんだ、ワンコ。持ち上げちゃう下ろすかわいすぎない？ちょっと、あ、子供もいるぞ。おおいいなこれ、気持ちわかる、気持ちわかる。ああ、四つ足の楽しさが出てるね。はい、ごめんなさい、じゃあ行くよ。おお、犬多いな、おい。でもなんか持ち上げてすっ飛ばしちゃうのはかわいそうだから、ちゃんと地に足つけていこう。なんかそこら中にマンホールがあるけど、どこだったっけな、何かマンホールがパカッと開いていたようなところがあったような気がするんだけど。お、なんか街の人々がちゃんと会話してるっぽい演出がある。おっと、あ、なんだ、なんか猫は少ないけど犬は結構いるんだね。え、君はどうだい？モーション一緒やん。はい、終わり。よし、さあ次は、お、刑務官の人かな、ちょっと違うか。あー、この人あれか、工事現場の人。
オーリージェム、この石はこの、この地に町ができる前から存在したという言い伝えがあって、町がどんなに変わろうとも元あった場所から動かされることはなく町を守っているのだ。ああ、なるほど。前から存在したって何？前から存在してたからここに作ったわけ？ホーリージェムがこの世界を支えてる？ふーんって、町の人にとっての心の拠り所みたいなものなんですか？その通り。そんな町の守りである聖なるジェムをエイヤスのやつはけしからん、実にけしからんみたいな。よし、じゃあ次。なるほど、ホーリージェムはこの町の人たちにとっての、守り神みたいなものか。言いがかり再び。なんだかちょっと不穏な空気。どこだ？こっちか。ここだったら飛んでもいいかな。お、ちゃんと影が映ってる。どこ？あ、あれかな。へえ、あー、ヘリコプターみたいな感じになってる。てか重力なんたろとか言ってたけど、あのプロペラはいるんですね。さあ上から行こう。あ、なにこれ。あー、これあれだ、オープニングに出てきたあのでっけえカリン島的な感じの、あそこからリンゴが落っこってきたから。あ、上層への帰還ってそういうことか。主人公、つまりリンゴ的な意味で、上から降ってきた的な、そういうこと。上に登るのがこのゲームのいわゆるメイン目的になるのかな。なんかあそこだけ十字のマークが出てるの何あれ、気になるね。いろいろちょっと気になるところもあるが、今は話を聞きに行こう。うわー、シュッ、デーン。おー、ぴったり、慣れてきた。あ、こいつ。あ、その変な黒猫、あの時の。お前やっぱりカラス女の仲間だろ。なんですかカラス女って。え、カラス女ってもしかしてクロウって女の子のこと。お、そうだ、お前のせいだぞ、家返せってば。いやいや、何の話だよ。あのカラス女とは全然関係ないし。だから違います、誤解だってば。はあ、いつになったら信じてもらえるんだろう。あの時なんかちょっと家触っちゃったからな、それが誤解になったのかね。あの時もうちょっとあの重力なんだっけ、重力グラブがうまく使いこなせれば。おお、すげえ、重力の残りがって言っちゃっていいのかなこれ。あ、持ってるんだ。へえ、何これ。これ自分でさ、自分のお家に持って帰れば新しい椅子とか、てかこれよく考えたら人のものじゃん。捨てるものならともかく置いていきましょう。もう一回押せばいいのかな。あー壊れちゃった。ダメだ、壊しちゃった。あ、見られてない。帰ろう。よし、完全犯罪。犯罪で、確かに犯罪なんだろうけど、まあいいや。あの町の人気にしないから。次、天変地異は突然に。はい、結構このゲームやりたい放題だな。で、あ、上の方に何かある。あれはなんかポイント高そう。よし、お、結構増えたんじゃない。うわ、結構ある。これってさ、ストーリーが進むと新しいジェムに切り替わったりする？だとしたら取っていった方がいいかな。お、あ、数が違うんだ。へえ、周りから見てわかるかな。わからんか。いかにもでかいジェムとかだったらわかるけど、どうしよう。まあいいか、今は目的地に行こう。あそこか。重力キックをやめ。おーっと、あ、なんだ、指導だったら蹴ってもよかったかなと思ったら、なんか指導じゃねえ。おお、不思議なマンホールを発見した。あー、ショートカットが増えた。ここか。あ、そうだ、確かそうだった。指導かと思ったけど、これは一般刑務官。お、あの、その相変わらず見づらそうなゴーグルは何なんです？重力嵐だけでも大変だってのに、変な怪物までうろつくようになるなんて、一体どうなってるんだ。確かにネビーって何なんでしょうね。怪物は前はいなかったの？嵐が来るとどこからか現れるようになったんだ。あんなのは空想の産物かと思ってたかな。なるほどね。嵐が来ることによって敵も増えた。ネビーは何したいんでしょうね。ちょっとよくわかんないけど、なんか気になる。ここ。あ、特に開かない。めっちゃ気になるけど、このゲームって何か隠しアイテムとかあるのかな？隠しジェム的な。ないかな？わからん。よし。じゃあとりあえず一旦お家に戻ろうかな。他には？チャレンジミッション。確か、ここやったことがあるってことか。一番近いところは？ここか。
旧市街突然煙のごとく歴史あるオルドノワの町工場、産業の中心はインダストリエに移ったけれどまだまだ現役のはずだったが、今は燃料切れで閉鎖中、工場の炉に火を灯し昔ながらの職人気質を見せてやれと。おお、なるほど、やっぱりプレシャスジェムが必要なのかな。お、あ、ここか町工場。ちょっと待った待った、なんかポイント高そう。よし、何ポイント必要なのかな。あ、10個、じゃあやっちゃいましょう。パカてか10個で済むならさ、町の人々ももうちょっと頑張れよ。キトゥンちゃんなんて100個集めてんやで。わー、なんかちょっと環境に悪そうなんだけど、いいのかな。町の設備が動き出した、新たなチャレンジミッションが開放された。うん、重力スローバトル。え、何これ、重くなんの。重力で敵の動きを遅くするとかそういうこと。どうしよう、まあじゃあやってみようかな。またネットワークに怒られてしまうな。お、またネビーか。重力スローしか使えないバトル、街に置かれている物体を丸ボタンでグラブしてネビーめがけて丸ボタンの重力スローで投げつけよう。おー、そんなことできるんだ。ハイスコアは400ポイント取ったら十分ってことか。スタート、重力グラブしてその後投げる。お、チュートル。重力グラブで重いものを浮かせた後にもう一度丸ボタンを押すと目標マークに向かって落とすことができます。なるほど、お、いいぞ、テイ、あた、あーとこんにゃろ、おー、あれ、まだまだいる。樽とかを投げつけられるの、あーっと、え、当たった、すごくない。ドラム缶、これは絶対強い。おー、いいぞ、いいじゃん。しかも何回か使えない、1回だけか。1個だけ持ち上げることができる、何個も打てることではないっぽい。あ、重力グラブ状態をキープしなきゃいけないんだ。おお、どこだ、遠いな、なんかでっかいのがいるけど、あれは当たんないかな。当たんないね。さあ上に登ってから重力グラブ、あー違う、おっ、テイヤ、危ない、あー落ちちゃった、加速つくね。へい、400ポイントまでもうちょっとだから頑張ろう。よし、あ、そっかそっか、キックできないんだっけ。でよー、あー、ぶつかった、痛い。お、あ、結構なんか自由気ままに投げてくれる。止まって、投げる、お、弱点部っぽい、ほっ、よし、400ポイント稼いだ。上の方に登って止まって投げつける、よし、やったぜ。そしてジェムをいただき、これは結構大変だな、角度が合わないと。お、いいぞ、加速投げ、おお、おっと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 、どこ行くの。あ、フェニッシュ、あ、はいはいはい、重力をなんていうか加速した状態で敵に投げつけると威力は上がるのかな。ゲット、あ、はいはい、なるほど、インテリアも落ち着いたし、この街をゆっくり見て回ろうかな。これさっき聞いたよ。あ、なるほどね、チャレンジミッションをこなすとまたストーリーの方を思い出そうってことなんだ。なるほど、じゃあチャレンジミッションいろいろあるけどどうしよっかな。100ジェムぐらいずつもらっていくだったら、おっと、おっ反対になっちゃったよ。これあれだね、壁伝いに行くよりも空中行った方がいいね。 OK、 お、200ポイントある。じゃあちょっとパワーアップしようかな。
じゃあどれを強化しようか。やっぱり重力エナジー持続力はこれ最優先でやっていきましょう。さあレベル4まで上がった。これ以上上げられないかな。うん、体力か。回復時間、プレシャスジェムを消費することでレベルアップ、レベルアップすると回復までの時間が短くなります。うん、回復するまでの時間ね。落下速度ってさ、ぶっちゃけ結構今でも結構早いんだよね。慣れてないうちはあまり速くしない方がいいかな。重力回復力、どうやってこれ重力すぐ使えばいいの。これどこか飛んでく。おお、すげえモクモクいってる。あ戻された。あ、しかも戻されるとなんか重力エナジーがすぐ回復するじゃん。あそっかそっか、前にやった時にあれオートセーブでされちゃうから、この会話をセーブされてないってことなんだ。なるほど、わかりました。ってことは重力キック。あ、うっそ、やっちゃった。あ、びっくりした、壊れたかと思った一応一瞬なんかバチバチって言うけど壊れてはいない。よし、回復力見てみましょう。あれか、一瞬で回復するけどそれまでの時間が短くなるってことか。あ、じゃあちょっとぐらい使ってもいいかな。重力エナジー回復時間、はい、よし。じゃあ体力も OK、 こんな感じかな。あれ、よく見たらなんか必殺技とかあるぞ。え、どうやって変えるのこれ。あーこれ方向キーで変えられるんだ。なんだ、基本能力だけじゃなくて他のあったんだ。格闘能力、四角ボタンでのキック攻撃です。連続で押すと連続攻撃が出せます。回避アクション中に押すとカウンターキックになります。レベルアップするとコンボ数や攻撃力がアップします。あーこれ欲しかった。しかも結構お高い。あー知っとけばよかったな。ここでさ、あの十字キーでさらにタブを切り替えるって教えてくれないんだもん。重力能力、重力グラブは丸ボタンを押すと浮かせて投げることができます。レベルアップするとグラブ可能な数が増えます。ああ最大5個。また投げた時に与えるダメージが増えます。重力グラブ、重力スライド、L2 ボタンと R2 ボタンを押し続けると重力スライドができます。プレシャスジェムをうんぬんかんぬん、レベルアップするとスピードがアップします。重力スライドってなんだ、ちょっと後でやってみようか。お、必殺技わからない、まだ伝授されてない。あーなんだ、こんなことできたんだ。使っちゃったよジェム。じゃあ他のなんかストーリーミッションじゃなくてチャレンジミッションやりに行こうかな。重力スライド、あれないか、この状態で違うかな。 L2 と R2 なんかただの回避じゃない。あ、重力スライドってこの回避のこと言ってんのかな。違うか、なんか違うか。止まって、うん、あ、今なんか変な音がするなと思ったら重力線の音か。なるほど、重力スライド、L2 ボタンと R2 ボタンを押し続けると重力スライド。やるよ。お、何これ。おお、ストップストップ、回復、うん、まあ、いや一旦降りよう。いて痛くないけど。おあらあった、ちょっと待って、止まって。 L2 を押した後に R2 を押すとなんかスライディングする。なんかちょうどよく来たからここやっちゃおうか。旧市街、不機嫌な昇降機をアクティブにしますか。ちょっと説明みたい。これか。オルドノは仮想の住宅地から上層を目指すにはエレベーターが必須。それなのに燃料が切れてしまって周辺住民は大弱り。エレベーターを動かして住民の役に立とう。はい、じゃあ入れます。あれ、一旦離れないと。 OK、 暗い。お、エレベーターだ。なるほど。結構これは乗ってみたい。さあ、街の設備が動き出した新たなチャレンジミッションが開放。これやってみると結構なんか勉強になるからやってみよう。
エナジーゲットレース、あー、これはあれですね、レースゲームですね。まんま書いてあるけど。さあ、うまいこと重力エナジーを使っていく。重力エナジーゼロからの状態のレース、自然回復もしないぞ。エナジージェムを集めに行くか、先を急ぐか。なるほど、これは何回もやり込まないといけないパターン。1分15秒以内で100ポイントゲット、うん、とりあえずやってみよう。歩いて行ってみよう。さあ、重力エナジーがゼロの状態から自然回復もしない。お、回復した。何これ。あ、チェックポイント。さあ、ここからで、あー、降りる。プンス止まって、シュワー、おっ、ごめんなさい、通ります。ダウン、よし、そこか。これ降りなきゃダメなのかな。よし、次は降りないでやってみよう。あ、いけるいける。あ、いや、降りちゃったかな。フィニッシュ。お、57秒だって。シルバーだ。おー、なかなかいいじゃん。ゲットゲット。あれ、これ1個しかもらえないわけ。さあ、なんとかクリアできたかな。うん、これだったら何回かやればいけそうかな。あと、なんだっけ、重力スライドっていうのを使えばいいのかな。 L2 R2 同乗し、ズサー、あったったった。結構なんか動きが独特。あ、別に壁を登れるわけではないんだ。早く移動できるってだけか。空中で使うとどうなる。空中では使えないんだ。なるほど、地上限定か。地上限定というか壁だったらいいのかな。お、おお、なるほど。おーっとっと、止まって。重力スライドか。うん、なかなか使い勝手が難しいぞ。よし、じゃあ次。さあ、次は引き裂かれた橋。オルドノは自慢の跳ね橋。重力嵐出現で橋を下ろしてから燃料切れでそのままに。橋を跳ね上げて元に戻せば町の住民は大喜び間違いなしと。よし、町の人々からの評判を勝ち取って、なんだろう、珍妙なる侵入者から名前変えてもらおう。お、なんだあれ、気になるな、行きたくなる。お、上の方に行きたい。おー、なんかそれっぽいとこ来た。あ、これあれか、なんか電波塔的な感じかな。おお、ちゃんとこういうなんていうか生活感のある設定もあるんだね。スピーカーみたいのもついてる。お、で、あ、よし、何あれ、めっちゃなんかバリケード張られてるっぽい。関係ないか、ネオンか、なるほど。おお、上に登りたくなる。おお、こんな細いとこ誰が作ったの。ちょっと登りたい。やったぜ。ふう、これ重力戻そう。あーっとっとまあいいや。あ、そっか、あ、結構エナジー溜まってる。そっかそっか、さっき200ポイントじゃなくて100と200を同時にもらえたんだ。あー、なかなか稼げるじゃん。よし、じゃあ次行こう。で、あー、こっちか。はい、引き裂かれた橋をアクティブにします。これさ、こちら側はいいけど向こう側の燃料はどうなってるわけ。まあいいか、細かいことはいいんだ。さあ、跳ね橋が上がって
って上がってっていうか跳ね橋なのに下の方に跳ねるんだね。さあ新たなチャレンジミッションが解放、フリースタイルレース。結構チャレンジミッションはさ、なんかこうシステムが分かっていいね。全てのチェックポイントを通過してゴールを目指そう。重力操作能力を使いこなせ。あ、これは最初から重力使えるんだ。じゃあ重力スライドで頑張っていこうかな。でやーずさー、おー、それっぽい。お、え、こっち、あ、なんか違くない。あー、あそこか、壁にあるのか。なるほど。よっ、こっち。さあこれは、あだだ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 、ず、あ、結構判定はまあ良かった。おっと、あーっと引っかかった。からのそっちか。よし、さあ下の方に行って、こっちか。フィニッシュ。おお、結構時間かかったね。うん、55秒だったらなんとかいけそうだけど、46秒はあれだな、使いこなさないとちょっと難しいかも。うん、さあこれで全てのチャレンジミッションが終わったかな。あれ、メニューがオートセーブか。なるほど、オートセーブはあれかな、チャレンジミッションやるたびにできるのかな。さあというわけで、これで今のところやれることは終わったかな。で、いわゆるサブミッションが終わったので、その後メインストーリーって感じでやっていくと見逃しがないかな。よし、チャレンジミッションは敵と戦うやつは攻撃能力を上げないといけないし、重力操作の方もやっぱり基礎能力が高くならないとダメかな。今すぐやる必要はないかも。重力グラブ、重力スライド、特にこの重力スライドのスピードが上がらないと、ああいうスピードラン系って最速タイム出ないよね。どうしよっかな、使っちゃおうかな。あ、攻撃力は高めた方がいいよね、結構敵硬いから。回避アクションで、レベルアップすると連続で出せるようになります。スライダーキック、どういうこと。重力スライド中に体当たりするとキック攻撃が出せます。体当たりするとキック攻撃が出せますって意味わかんないんだけど。あは、なるほど。重力キック、追尾性能がアップ。あー、確かにちょっと動いてる気がしてた。じゃあどうしようかな。キック攻撃やっぱり基本だよね。でも重力キックもよく使うしな。回避はまあなんかそれほど今のところ辛くはないから、こっちかな。キック、うん、よし。じゃあチャレンジミッションでまだシルバーまで取ってないところはシルバー取っておいて、ジェムを稼いでおきます。じゃあ今回はこんな感じで一旦区切っておこうかな。じゃあまた次回よろしくお願いします。重力グラブ、降りる、投げる、あ、関係ない。